このゲーム俺の表情何も変わんねえよな。いつも思う。はい、というわけで改めまして皆さんこんにちは、ダイタラです。さて今日もやりましょう、ピクミンの方です。さて、まあ日に日に声の調子は良くなっております。今日も元気です。あとね、またちょっとね、マイクの設定毎回ちょっと変えてるんですよ。前回ちょっと音割れとかあったと思うんですけど、今回はいかがですか皆さん。なんかあったらコメントなんでマイクの調子教えてください。さあ、私の方でもツアーの参加者の名簿と対処し、全員の救助を確認しました。あ、ついに救助したんだ、全部参加者。そう、ツアーの参加者。ツアー旅行とか行ってみてえな、俺。わずかでありますが、受け取りくださいっていう。ね、領収書お願いしますって。領収書やだな、めんどくさいな。はい、ということで、今日も進めていきましょうか。でドンと。スパニアルさん、はい、救助したいですね。って探索行きましょうか。パクチーしましょう。行きます。はい、というわけで強くのけセリン、ね、ボケなめことか今回出てくるかな、出てこないのかな、行ってみましょうか。レッツゴー。今日でもう大体終わらせたいな、周りの探索とか含めてね、頑張っていきたいと思います。それじゃみんな行ってきまーす。バイバーイ。さあ、ここにいる人はね、全部で8人いるみたいですね。8人、あと7人もいるのか。まあ、洞窟の中にたくさんいると思うからね、え、多分大丈夫でしょう。今、中にいいって言ったらめっちゃ咳出そうだった。すっげえ。まだ、変な声出さない方がいい。変な、喉を絞るような声出さない方がいい。うん。なんでちょっとね、太い声出していこうと思います、今日は。はい。太いダイダラです。よろしくお願いします。さて、探索しましょうか。でーんと。今日は、ここ行きたいんだよね、まず。段取りバトルやりてー。うーん、どけー。お前だ、お前。即始まるバトルです。こんにちは。うん。またまた発見しました。誰だ、お前は。今日も段取り。明日も段取り。うん、毎日段取りだ。やろうじゃねえか、段取りバトル。段取りに囚われてますね。よし、助けてあげましょう。ということで、洞窟の中入っていきたいと思います。ここは、断崖アスレチック。黄色ピクミンと岩ピクミンですね。大丈夫かな。まあまあまあ、俺結構上手くなったんでいけると思いますので、頑張りたいと思いまりを。いきまーす、する。なんとか、なんとかなれ。なんとかなれ。ほんと、なんとかなれで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さて、どうなることやら。うっす。得意だ、ピクミン。きちんと割り振る。これ、戦いのテクニック。だから、いや、ピクミンは何が得意かわかんないんだ。黄色ピクミンは高いとこが得意、穴が掘るのが得意。そんな感じ。お前の戦いぶり、いかほどか見せてみろーって。いかです。いかがですか。なるほどね。全部理解したわ。まずこう。こうする。で、ここで、2、3、4、2をやって、お前を倒す。よし。で、その間に、よしよし。みんなで頑張ってもらう。で、ここもマロちゃんをなんとか、よいしょ。潰れないんだよ、確か。よいしょ。だから気にせず行く、ここも。よし、オッケー、ご苦労様でーす。ここもオッケーでしょ。ここはそう、そこはそう。ちょ、一旦ね、割っといてこれ。いやー、段取りをよく生きていけっていうことだ、ここは。あそこも頑張ってる、いいよ。よし。もう後がたんだと、ここはね。今暇です。オッチーよろしく。よし、この隙にいろいろやっておこう。まだ壊れない、どっちか壊して、早く壊して、暇なう。早く壊して、遅いよー。おー、終わったか。ご苦労様です。うわ、爆弾ありがとうよ。じゃ、ここをちょっとやっててもらおうかね。ちょっと君たちもこれやっとこうか、一旦ね。さあ、電化壁終わった。おー、つかべー。大丈夫これね。スープ全部やっといて。これでっかいカエルおるで、これ。ドゥーン、強いかこいつ。じゃあ、まあ。イタッチ。こいつ、ばっかりやっつけていいのか、これ。ねえ。
水辺になるから危険かこれ。おおいいねこれ。穴ポコピクミン。よし。一旦こいつ、おなんかいる。みんないるじゃん。シュン。ほら、ほら。みんな帰っておいで。一旦ね。いや、マジか。噛まれたぜ今。ふざけんなほら。ピクミンやられたらちょっとだるいかなこれ少し。よいしょ、ちょっと待って。一旦ね、カバンのアイテムもったいないぞって。わかった。使う。すぐ使う。あれしろこれしろはめんどくさいね君。あれしろこれしろ。俺だいだらしろ。ねえ。よし。運んどいてこれも。こっち来た。こっちやろうぜ、こっち。うぃよいしょ。一旦集合。よし。うわ、また食われた。こいつなんかうまいよな、なんか食べるの。こっち行け。よし。OKOKOK。で、で、オッチンがこいつやっつけて、その次に。OK。オッチン違う。オッチンはこれ、オッチンデカチン。オッチンデカチンだから。さあ、次。うわぁ、めっちゃおるな。暇人来て、ちょっと。よし。暇人来てもろて、一旦ね。よいしょ。暇人にこれ運んでもらおう。はいよ。はい。これも全部ドーン。こっちに来た？よし。こっちに行ってらっしゃい。うん。こっちはどこ行った？こっちいた。わー、どうしようこれ。ピクミン連れてこれたよね確か。時間やばいっすねこれ。よいしょ。まあやっつけれるやつはやっつけちゃうよねこのまま。ういやダメだこれ壊せないわ。ねえ、なんかないっすか。おー、運んどくか。よし、ちょみんな来て。ちょっと一旦来てもろてね。オッチンがね、これ入れないよね。オッチンじゃないとこれってダメだ。違う。ピクミンだけで来てじゃ。よし、キピクミンは俺と一緒に。いやでも上のやつもあるから、キピクミンも残しとかなきゃいけないわこれ。オッチンちょっと聞いてよ。オッチン君がキーパーソンだ。もうあとは残り全部。よいしょ。あれこれ連れていけないの、もしかして。え、どうすんの。ああそういうことか。待ってなさーい。こうやって上に投げ込むのが全部。こういうことやったんか。一旦ね、一旦ねっていうことで、4、5で、これ多分間に合わへんわ今回。ねえ、よいしょ。で来て。よいしょ。いくつ？激痛これ。ここもあるやん。よいしょ。あと2。無理だわこれ。どうしよう。全然足んねえ。爆弾使ってこいついじめて遊ぼうぜ。もうあとは。ほら。ほら全然効かへん。こいつ強すぎるだろマジで。バケモンかよ。よし、お宝回収。よし、やべ、あってーい。
落ち、落ち、これ運ぼう。よし。間に合えへんかった、全然。うわぁ、2回目だ、俺、失敗したの。失敗ではないんだけど、これって。成功はしてるんだけど、ちょ段取り良くなかったね。ちょっと何、上にピクミンを運ぶ方法を見つけるのが遅かった。敗因でしたね。すいませんでした。お前段取り上手すぎ。いや、俺下手だった、ごめん。で、俺が風邪ひいてなかったら勝てたわ。まったく。負け惜しみ言うなよ、俺。ごめん。負けだらでした。やりましたね、ダイダルさん。戦いましょうか。はい、というわけで帰ってまいりましたー。さあ、洞窟の探索率は 100% 達成。ご苦労様です。よし。さて、じゃあね、探索していくか。どうしようかな、次。ここも通り道なんかあるじゃん。なにここ。なんか洞窟みたいないっぱいあるね、このステージ。この通り道みたいなやつ。イエーイ。どこ通じてるだろう、これ。オッチンは掘れないんだよ。オッチン、俺たちちょっとおとなしくしとこう。うん。あ、運んでます。開通したら俺と、向こう行こうぜ。早く。早く。お、来た。ついに。葉っぱ深海出しましたねー。アイデューエラーでーす。相変わらずのやつでーす。薬さえあれば治療簡単だよ。あるよね、確か薬1個予備。予備薬あるので、楽勝でーす。早くここは泣いて。わー、痛いよー。こっちについてこれないの、こっち。ね。こっちは通れない。こっちー。こっちやっぱ通れない。こっちはそこにな、ザコ、ザコしといて。あ、ポケダメコいた。ポケ野郎がよ。待って、オッチン、オッチンさ、なんか、頑張って来れない、こっちまで。オッチン。行けるんだ、ここまで。歩いて行こう。オッチンと行こうだいだら。ね。どうした？みんな。大丈夫、運べてる？みんな。よいしょ。エロいえ。よいしょ。よし。みんな運んどいて、それ。行くよー。みんなで行こう、みんなで。ボケナメコ倒しに行こう、ボケナメコ。ウェイ。ボケナメコをさ、やられると、ビグミンが、キノコになっちゃうんだけど、それは、なんか、図鑑で見ようぜ。俺、実際、食らってみようかなって、ちょっと一瞬思ったけど、ピクミンがかわいそうだからできないわ、それ。ごめん、みんな。俺の心の弱さが悪い。弱い男です、僕は。さあ、そんな弱い男だいたら、ボケナメコちゃんがいるところは、この辺ですね。ここですかね。うん。ういー。やれ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 。運ぶのまた今度にしよう。うん。やめちゃう。お前やめろマジで。激辛スプレー使おうぜこれもう。ねえ、いっぱい持ってるし。お前なんだお前は。ザー。よし、一瞬で凍ったぜバカ野郎が。激辛スプレーもいらんで。ポケナメコはいる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 。めっちゃおる敵もここ。キモい。あ、一直線上並んだな、お前ら。下が見ろ。よし。ボケナメコもいる。いる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 。粘りカビが取り除かれた。ボケナメコくん。久しぶりに見たね、君。え、ボケナメコか、これ、本当に。この、すごい可愛い体。可愛いね。やば、今のアホすぎるだろ、プレイングが。やばいっす。みんな帰ってきて、ボケナメコひっくり返して倒すんだけど、昔の戦い方だったら。え、どうやって倒すんだろう。昔みたいになんかとくるんでひっくり返ってドーンってやるのかな。一回平らにしてみよう、どっちで。ドゥどっちにしてみよう、どっち。あ、やばい、いつものだ。あ、いやー、こんな早っ。待って待って、みんな胞子巻き散らされるぞ、俺。出た。ドゥー、ピンクのエキス来た。
奉仕を食らうと人生終わるね。はい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 、ねえ、うい、どうだみんな、やべ、こいつ結構強くねえか。一匹いない、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 一匹どっか行った。え、一匹ピクミンどこ行った。いや家帰ってる。一匹ピクミンなんか運んでるやん。ピンクのピンクのやつをバキ散らすのやめろこいつ。よし、うい、こっちもカメいたっつー。意外と溶けが早いな、全然減らねえ体力。おら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 全部弾かれる全部弾かれるじゃんこいつ。体当たりしか勝たん。うん、よし、いた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 、やったぜー。公開日誌が共有された。だって見てみるか、公開日誌。ルイ君のダムご飯メモでしょ。し、元気かな。新鮮なキノコが取り放題。ババにも食わせたい。おばあちゃんのこと好き。おばあちゃん子です、ルイ君は。よし、いや変なやつだったなあいつ。さあこの辺のね、なんとかボケナメコもやっつけたのでね、あとは探索パッとして帰りましょうか我が家に。いやめっちゃあるなこの辺の中。ボンボン、飲みおくん、なんだお前は飲みお。頑張れ頑張れ、飲みに負けるな。運んで運んどいてこれみんな。飲みおくんはこれは白ピクミン足早いから持ってきてもらおうぜ。これでかいのやばいって絶対。ヘビガラスとか入ってないこれ、デカ卵。うん、よかったよかったよかった、安心安全、安心安全の美味しいジュースだ。よいしょ、みんなジュース飲みな。でもまだ時間余裕あるね結構。うん、よかったよかった。みんな吸ったジュース美味しいかい。よし次。ビビった、なんか走ってきたからビビった。あ、さ、君らここ通れるからすぐ来れるんだ。いける。これね、オッチにやってもらおうかな。オッチに壊してもらおう。オッチ、オッチ、ヨロッチ。なんか怖いもん、あそこ。なんか、卵虫出てきそうだもん、俺。なんか出てきた。なんだこれは。よいしょ、運んどいてください。これ何これ。マンゴー？あ、マンゴーだ。いいね、いいもんだ、マンゴーは。よーし。みんな、次のエリア行ってみるか。ちょっとこれ少しだけすっときみんな行こうぜ。よいし、登ります。なんだここ。とりあえず壊せみんなで。絶対卵虫出てくる。金塊だ、出た金塊。おー、なんかいるぜ。やめろやめろやめろ、いらないです、別にいらん。帰って帰って。これあれだよね、美味しいやつだよね。美味しいやつ、説明が雑すぎる。美味しいやつです。ふぅ、壊しといてみんなで。オッケー、金塊足りる。1000円、1000円は無理、1000円は無理。段取りバトルくんおるな。今は別にしたないな段取りバトル。1000っていう言葉の響きに俺ちょっと今焦ってるけど、1000はやばいだろう。オッチンはどうやっても来れないんだもんね、ここに。あ、オッチンも来れない、バッテンついてんもんな、どう考えても。うわー、オッチンが来れたらよかったんやけどな、ほんと。よいし、一旦戻るか。これ1000っていう壁にビビって俺たちは今日は引き返すのであった。あ、上になってますね、カッキンが。え、どうしようこれ。こっちか次は。ここの橋かけるとこだな、次は。敵まだここにいっぱいいるんだよね。もういいよ、このゲーム的。広ーい。広すぎわろたやろ、マジ。こっち行くぞ、俺は。まだいるなぁ。宿られてる人です。宿られてる人。よし。次、今後タイトルいきます。あ、失敗した。
みんなに壊しといて、これ卵虫出てくんなよ卵虫出てくんなよ、俺より。じゃあ帰るで。あの卵なんやと思う、みんな。でん、は普通に使えない、使えるだろ卵。なんか出てきた、卵虫じゃないか、やっぱやっぱお前か、やっぱりお前じゃねえか。ルイさんがいた形跡がありますね。だってほんまに不定を落とそう。よいしょ、みんな帰ってきなさい。座れてない、大丈夫？なんかもうめちゃくちゃなってるけど、わかんない。みんな帰ってきて、暇な人、暇人はか、カモンカモンベイベー。もうわからん、めちゃくちゃすぎてわからん、めちゃくちゃだこれ。よし、卵を用意しても、みんなですぞ、みんなですぞ。はい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 、わからん、もうめちゃくちゃや今回。よし、いいか、みんな帰るぞ。それも別にやらねえ、全部やらねえ。よし、ちょっとみんなでチューチューして行きましょう。さて、じゃあ次は 99? 1匹どこいる？あれ？なんか1匹いないけど。ん？あ、ここにいるのか。なんかうーんうーんってしてんのか君は。そんなに無理せんでええで、人生楽して生きてこ。あ、楽して生きてこ。あ、ちょいちょい運んでる途中やったね、ごめんね。なんか飛ぶやつ、ドーン、よいしょ、オッケー、ナイスー。ふぅ、ピクミン壊しといて、これ。よいしょ、あっちはあっちに任せる。もう適材適所よ、このゲームは。もうね、もう全部壊しといて、これも。はい、卵虫出てくんな。ふぅ、で次これ、75個やばいだろ量。もう俺持ってるからええけどさ、資材持ちだからさ、お金持ちなんで資材の。やっぱ資材がどんどん減っていく、やだやだ、そんな減るのやだな。向こうに資材いっぱいあるぞ。え、なんかあれ、何あれあ、なんだあれ。よいしょ、ボタン、よいしょ、みんな帰ってきて、ちょっと聞いて。羽の子便利だな、マジで。オッチンは穴掘るの早いん、そいや。穴掘りました、オッチン。うわー、資材持ち、よし。みんないる、今やってんのか、そこ、資材。資材トレ中に、資材トレ。よいしょ、膝トレしてる君たちを回収しに行こうか。どう、できた、頑張っとんね君ら。すごいな、あそこ段取りバトルの人、あそこにいるやつね。はい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 、やいやいやいって、すごい、ドーン、立派な橋がかかったよみんな、俺の勝ちだ。でこれ、そういうことね。これで、羽ピクミン軽いけど大丈夫？運べる？どうやって行く？そっちから来んの？危なないか？ねえ、君ら危なないか、それ。ちょっぴり危ないルートですね、それ。危ない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 、もう。降りてこい、降りてこい、お前。よいしょ。ちょっと一旦数を減らしつつ行こう。あいつずっと飛んでる、もしかして。飲みもちょっとうざいんだよな、ほんと。今日の最終バトルをこいつを倒して終わりだ、多分。激アツバトルやろう。まず飲みを減らす、飲みを減らしの次お前を、はい、ほらやれや、ルルルルルル。なんかゴブリックした、ナイス。
頑張れみんな、やったれ、コーラスでもいい、コーラスでもいい、よし、ふい、ナイスー、勝ったな。俺たちは最強やっつーこと、やっつーこと、ふい、ネバネバあるとあれなんだね、なんかできないんだね、敵を、何、敵を倒すじゃねえけど。よいしょ、どうするべ、じゃあ資材を、よいしょ、取りに行こうか。え、でもあの上さ、そこにさ、いるんだよな、あのチューチュー虫が。これあいつにリベンジして、チューチュー虫、じゃあいつピクミンが死にますって。ピクミン死ぬな、運んでね、いいよいいよ、運べ、おとなしいよな、ここ。こいつ違う、俺ならできる、爆弾じゃーだーい、ジュッドーバーカオーッツ、俺の勝ち。そういうことだよ、このゲームって。今度教えてあげようか、俺が。これ底なし沼かな、底なし沼っぽいなね。30でいけるけど、突撃、よし、30だからな、いけるいける。いや、これ白い子じゃないとダメか。よし、みんなに運ぼう。オッチも手伝ったり、せっかくやし。みんな帰るよ、よし、急げ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 、溶けちゃうよ、よし、はい、激最強。なんか大丈夫大丈夫、みんないる、暇人かも、大丈夫みんな、オッケー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 。神々の遊びシリーズコンプリートでーす。もう俺の勝ちでーす。いやー、よかった。次回あそこの資材回収して、あとこのバトルして。1000ってさ、紫ピクミン100匹だよな、そんないないけど。そんなおらんけど、紫ピクミン。どうすんねん。多分紫ピクミンのオニオンがあります。ね。洞窟探索行かなあかんな、次回ぐらいまた。はい、ということで帰りましょう。楽しかった、今日も。はい、ただいまーでーす。帰ってきたよ、みんな。俺は疲れた。はい。ということで、44日目、葉っぱ神ちゃん。救助完了でーす。やる気が2アップ。治療もできるからね。さあ、今回はオフランスに、夕日の実、秋の実り、牡蠣と、ね、洋梨ですね。いいですね。うまい。そして、今回は、船もどき。これ何？これなんか見たことあるけど、わからん。ねえ、すごいコンプリートボーナスうまいな。神々の遊びシリーズ。これなんでなの、みんな。全然わかれへん。なんか見たことはあるんだよ。なんだろうね、あれ。知ってる人もいたら教えてください、皆さん、俺に。あの光ピクミンってやつ見たらよ、昔忘れかけてた昔の記憶がふと蘇ってきた。何？ふーん、どんな名前でなんなん？村にいた頃だ。俺の体がいきなり光り始めて、3日間元に戻んなかったことあったろ。そんなことあんの？だったね、よく覚えてないな。リンゴの記憶違いじゃないの？後で気を消しとかないとね。お前人体実験されとんぞ、リンゴ。お前もしかして改造人間やったか、リンゴ。あいつそうなんかもしれん。記憶消せるってすごいな。光ピクミンのパワーかもしれん、それも。へいし。ということでナイスでした。今日も楽しかったね。でボケなめこのあれだけ見たいな俺。あ、治療しなきゃ。よーし、早速治療開始してくれよん。あ、コピーだよーん。どうなっちゃうの？君は誰だい？結構もう救助したからもう、誰助けてないか分かんないけども。さあ、ちっちゃい人です。グレイ、創造性からやってきた愛用のスペースフロート、宇宙用浮き輪で宇宙空間を漂流することを好む一般人。なんとか宇宙警察に保護されている。危険人物じゃねえか。異常者じゃねえか、こいつ。で、宇宙を浮き輪で、ね、漂うのが好きって。やばいよ、それ相当。趣味としては。ねえ。ボケなめこ見てみたいと思いまーす。
いた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 。ボケなめこ。アホボケカスなめこ。ねえ。うわキモ、うわー、キモい。一目見ると恋が芽生え、一日過ぎれば愛が生まれてきます。大島どんどん吸い込んじゃいましょう。さあボケなめこちゃんのこと考えてぴょんぴょん飛び回り、マリオ飛び回り、飛び跳ねまし。どうした感染者タイプ。ボケダメコはお気に入りの一種で、もともとキノコだったものが動物的な性質を獲得し、歩けるようになったことと考えられている。危険を感じると、ねえ、傘の裏から胞子を振りまいて襲ってきた生物を混乱状態に陥らせる。その胞子の幻覚作用は天敵であるピクミンに対しのみ働き、リーダーと誤認させる。このようにして捉えたピクミンをワーカーとして刺激、声や栄養の確保に利用するぞっていう。なんか昔はキノコになってたけどさ、今回違うのかな。ねえ、出し入れ、すごいすごいすごい数ある。いけーいけー、あ、やっつける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 。あー、いや、なんかキノコにはならないんだ。ダンスしてるだけだ今回。へー、ちょっと違うんだね。で、倒したら美味しそうなキノコになるね、ということですね。はい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 。皆さんもボケなめこのこと全部理解できましたか？すごい形してんだこれ。先ほど長かったからこんだけにしときましょうかね。よし、というわけで終わりたいと思います。皆様ね、チャンネル登録してくださいチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。次回は何でしょう。わかりません。また見てね。おつぽよ。